最近あったかいからついぼーっとしちゃうな。あーダメダメ、しっかりしなきゃ。今度のお休みはシアターのみんなとピクニックに行くのもいいかも。おいしいお弁当用意して、社長さんのお話が終わったらプロデューサーさんに相談してみよっと。それはそうと、プロデューサーさんまだ来ないのかな。あ、プロデューサーさん、お帰りなさい。お待ちしてました。はい、実は今度みんなでピクニックじゃなくて、いいニュースがあるんです。プロデューサーさんが社長さんに出した新ユニットの企画が通ったみたいですよ。ええ、社長さんとっても楽しそうでした。すごく面白い企画になりそうだって。はーい、プロデューサーさん、いってらっしゃーい。すまない、ご覧の通りなんだ。君を待つ間、おとなし君が疲れて寝てしまってね。ここしばらく忙しくて無理をしてもらったからね。もう少し寝かせてあげようと思っているんだよ。そうなんだよ。実に素晴らしいユニットじゃないかね、君。つい興奮してしまった。とにかくこのユニット案には私もピンときたよ。北沢志保くん、白石紬くん、そして真壁瑞希くんを加えたトリオ編成。いや、実に素晴らしい。彼女たちのステージを想像するだけで楽しみだよ。社長にプロデューサーさん？おお、しまった。すまないね、おとなし君、起こしてしまった。私ったら、寝ちゃってたんですか？もう社長、すぐに起こしてくださらないと。プロデューサーさんに寝顔を見られてしまっただなんて。おとなし君、実に初々しい反応だね。なんだか高校生の頃の君を思い出すよ。社長？とにかく君、新ユニット企画は任せたよ。あ、それとこれは私からの提案なのだが、今回は新しいことに挑戦してみないかね？ズバリ物語風のロング PV を撮るんだ。どうだね、
新しい試みだろう。もちろんだよ。最近は劇場の運営も好調だし、ちょっと張り込んでみようじゃないか。社長、今回はかなり奮発するつもりだって言ってましたもんね。うん、まあしばらく私のお昼ご飯はお茶漬けオンリーになりそうだがね。社長、私のお弁当のおかずでよかったら分けて差し上げますね。それでは、じゃん。消えたアヒルの人形は、なんと北沢さんのスカートのポケットに。え、ほんと、そんな、いつの間に。真壁さん、すごい。今のは、どうやったんですか？手品なので、種は明かせません。あ、プロデューサー、お疲れ様です。いえ、先に遅れるとメールがあったので、私の手品で間を持たせておきました。この通り。別に言い訳しなくてもいいと思いますけど、仕事だって聞いてますし。まさかあなたは、私たちがこのくらいのことで怒り出す両権の狭いものだと。この3人でユニット活動を？長編 PV こっくり。それはどんな内容になるのでしょうか？いえ、特に。それより、仕事によってやる気を変えるなんて、それこそプロ失格だと思いますけど。私に、やらせてください。PV にも、とても興味があります。ワクワク。まあ、チャンスだと思いますし、断る理由はありませんね。あの、少しよろしいでしょうか？私は、真壁さんのように個性的ではありませんし、北沢さんのように演技に自信もありません。あなたはなぜ私をメンバーに選んだのですか？意図がわからないことにはお引き受けいたしかねます。なんとなく、もしかして
あなたは私が想像していたよりもずっとバカなのですか？クール系美少女ユニット。あ、え、いえ、その白石さん、一緒にやりましょう。私たちはきっといいユニットになると思います。きっといいクール系美少女ユニットに。そうですね、最後は紬さんの意思だと思いますけど、私はやってみたいです。クール系美少女ユニットとして。そうですね、クール系美少女ユニット。よろしくお願いします。PV の内容、じゃあストーリーができたんですか？アンドロイド、最新型なのでしょうか、それとも旧式。わかりました。感情を与えられていないアンドロイドたちが人間と関わり心を知っていく。けれど感情を持ってしまったアンドロイドは初期化されることが条例で決まっているのですか？そして3体は荒野へと逃避行する。人間に教えてもらった温かい心を守るため。はい、感情を知らないアンドロイドとはやはり無表情なのでしょうか。何よりも効率を優先し合理的に動く。機械的ね。でも悪くないですね、取り入れていかなきゃ。心に目覚めてからも人間とうまく意思疎通ができずに戸惑う。こんな、どう表現したら。プロデューサーさん？それどういう意味ですか？つまり私たちは機械のように無表情で他人と意思疎通ができない人間だと。なるほど、ではクールな雰囲気で頑張ります。
ケープ。とてもクールな香りがします。クール系美少女ユニット、エスケープ。うっとり。PV のストーリーとも合っていますし、いいと思います。言葉の響きも良くて、感心しました。あなたはもしかして、やればできる方なのですか？北沢さん、白石さん、こうしてはいられません。早速レッスンを始めましょう。クール系美少女ユニット、エスケープの名にかけて。必ず役をものにしてみせるぞ。えい、えい、おう。プロデューサー、また人を脅かして。やはりあなたは人を驚かして回るのが趣味なのですね。なんて人の悪い。別にどうかしたわけではありませんけれど、少し役柄について考えていただけです。最初のミーティングでも言ったように、私は別に演技に自信があるわけではありませんから。ましてや物語風の PV なんて初めてです。人一倍精進せんと。あなたという方はどこまでのんきなのですか？そんな風に任せてしまって、失敗でもしたら。失礼します。あ、白石さん、こちらでしたか。プロデューサーも。お疲れ様です。あ、真壁さんと北沢さん、どうなさったのですか？お帰りになったのでは。はい、気になることがあって戻ってきました。もう少しキャラクターを把握したいと思いまして。私もそう思って戻ってきたんです。そうしたら途中で水木さんに会ったので、それなら一緒にと。白石さん、よければお付き合いいただけませんか？3人ですり合わせた方がより具体的になるかと。私はその、わかっています。真壁さん、北沢さん、私からもお願いします。私も悩んでいたところなので助かります。そうなんですか。じゃあちょうどよかったですね。それではあちらで話しましょう。プロデューサー、失礼しました。
言われなくても失礼しました。これはとても豪華なセットです。まるで本当に近未来に来てしまったかのようですね。こんなに大掛かりな撮影だったんですね。なんだか少し緊張してきました。皆さん落ち着いていますね。私どうしたら。大丈夫です、白石さん。ここまでのレッスンは予定通りです。今の私たちなら完璧なアンドロイドを演じられるはずだから、大丈夫です。すみません、噛みました。水木さん。そうですね、むしろ楽しみになってきました。緊張してるくらいの方がいい仕事ができるかと。おはようございます。え、あの、それはどういう。おはようございます。おはようございます。あれ、プロデューサー聞いてないんですか。ロコは今回アートスタッフとして参加してるんですよ。社長さんから直々に頼まれたんだよね。ちなみにももこは演技指導係だからね。けどプロデューサーもそれならそうと早く言ってくれればよかったものを。まさかプロデューサーさん何も知らなかったんですか。そうでしたか。こちらこそよろしくお願いします。お二人がいてくれてとても心強いです。任せてください。水木、何か希望があれば言ってくださいね。ロコがヒアリングします。へえ、ロコさん人の意見とかちゃんと聞くんだね。ちょっと意外だったかも。クライアントの希望を聞きつつ自分のセンスを見せるのがプロフェッショナルの仕事ですよ。ではロコは仕事に取り掛かりますね。というわけで、撮影が始まるまでの間、桃子がビシビシ指導するから覚悟してね。ええ、よろしくお願いします、スオさん。そう、ありがとう。桃子は私たちより映像の経験が多いだろうから助かるわ。任せて。まずは心構えから。いい？セリフなしのお芝居は簡単じゃないよ。表情から指先の動き一つまで計算しないと。まずは
カメラの代わりに桃子がチェックするからね。なるほど、桃子が最近アクトの教本を読んでいたのはそのためだったんですね。ちょっとロコさん、桃子は少し復習してただけで、だって水木さんや志保さんや紬さんに教えるんだから適当なこと言えないし。周防さん、私たちのために感動しました。ありがとうございます。ぜひ見てください。私たちの演技。ええ、周防さん、よろしくご指導ください。うん、桃子に任せれば心配いらないよ。プロデューサーさん、別に何でもないです。他に用事はないんですか？私ちょっと、そうだ、家に電話しなくちゃ。失礼します。プロデューサー、私たちのダンスですが、アンドロイドらしくできているでしょうか？そうですか。あまり実感はありませんが、褒められるのは嬉しいな。けど、こうまで手放しに褒められるというのも、もしかしてまた私を驚かそうと。なるほど、わかりました。では白石さん。うち、はい、何でしょうか、真壁さん。白石さんは普段どんな風に過ごしていますか？学校や家など劇場以外の場所でしたら構いません。真壁さん、なぜ急にそのようなことを？はい、せっかくですからこの機会に白石さんのことを知りたいと思いまして。そういうことですか。私の私生活などあまり面白みのない話だと思いますが、では
家では飼っている金魚を眺めたり、休日は史跡や館散策をしたりしています。なるほど。では学校生活はどうでしょう？放課後クラスメートと出かけたりなどは？いえ、親しくしている方は数えるほどしかおりませんし、レッスンなどもありますから。そうでした。学校の友達とは時間が合いません。これもアイドルの宿命なのでしょうか？アイドルをしていなかったらどうだったのかな。友達100人できたかな。そうですね、私もたまに考えます。もしアイドルをしていなかったらと。今の生活に後悔はありませんが。プロデューサーさん、何でもありませんから放っておいてください。別にいいです。私が入っても邪魔になるだけだと思いますし。私は中学生ですから高校生のことはわかりません。だからそんなことって何ですか、その言い方。遠慮。プロデューサー、それは一体どういうことですか？あ、プロデューサーさん。なんと、それはいけません。私たちはユニットの仲間。北沢さん、ぜひこちらに。ぐいぐい。水木さん、私は別に遠慮なんて。そうです、北沢さん、年の差なんか気にしないで。こちらの中学校の話とても聞きたいです。紬さんまで、そんなに引っ張らないでください。わかりましたから。プロデューサーさん、後で覚えていてくださいね。プロデューサー、それでは行ってきます。行ってきます。行ってきます。Thank you.
も、まあまあいい PV になったんじゃない？ストーリーもなかなか良かったかな。ももこ別に泣いてないし、お兄ちゃんこそ最後のシーン泣いてなかった？どこのセンスがインフルエンスした結果ですよね。我ながらパーフェクトワークでした。ロコさんだけじゃないよ、ママ子の演技指導のおかげもあるんだから。そうだよねお兄ちゃん。もちろんエグザクトリーです。ロコとモモ子はあくまでサポートですから。モモ子だって主役を押してまででしゃばるほど空気読めなくないよ。ライブ楽しみだね。お疲れ様でした。スオーさん、ロコさん、お二人ともお疲れ様でした。水木、志保、つむぎ、アメージングなパフォーマンスでしたよ。うん、セリフなしの演技なのによくできてたね。桃子、結構感動したかも。ありがとうございます。お二人にそう言っていただけると。真壁さん、水木さん、どうかしたんですか？すみません、少し考え事をしていました。大したことではないのですが。なんとプロデューサーには私の心が読めてしまうのでしょうか。ドキドキ。はい、白石さん、北沢さん、すみません、お二人は先に。いえ、真壁さん、私も一緒に参ります。私も行きます。私たちは3人で一つのユニットです。真壁さんの悩みは私たちの悩みでもあります。それにこの前遠慮するなと言われましたから。そうですよね、水木さん。北沢さん、白石さん、わかりました。プロデューサーいいですか？OK です。プロデューサー、ロコたちは先にシアターに戻ってますね。うん、水木さんたちのユニットの話だもんね。ママ子たち劇場で待ってるから。プロデューサー、実はその PV のことで不安になりました。今日の撮影、思ったより緊張していたので。カメラテストはほとんど演技をせずにいたのです。
そうしたら監督が真壁さんそれで行こうと、うん、結局あまり演技はしていません。す表情も声もほぼ普段のままでした。いつも通りにしていたのに結果は大絶賛。そうでしょうか。もしかして私は自分が思っている以上に無表情なのでは。アイドルは人に心を伝える素敵な仕事です。けど無表情な私に心を表現できるのでしょうか。プロデューサー、私は本当はアイドルに向いていないのではないでしょうか。そんな、真壁さん、それは私だって同じです。心を上手に伝えることなんて。それなら私も多分向いてないでしょうね。でも私には。プロデューサー、向いているとはどこがでしょうか。プロデューサーさん、このタイミングでダメ出しですか。あなたという人はなんと冷酷な。見損ないました。分かりたくなる。ファンの人たちが自然と寄り添いたいと。私たちはそんな風に思ってもらえているのでしょうか。黙って人を引きつける、それがクール系美少女ユニット。そうですね、ロコさんやスオーさんは嘘をつくような方々ではありません。お世辞を言うタイプでもないですね、監督さんやスタッフの人たちも。そうでしたか。皆さん、私たちのことを理解しようとしてくれていたんですね。嬉しいな。プロデューサー、ありがとうございます。なんだかやる気が出てきました。クール系美少女としてこれからもずっと無表情かつ無言でいようかと思います。はい、これまで以上に頑張れそうです。お二人にもご心配をおかけしました。気にしないでください。
ユニットなんですから。はい、私たちのステージをご覧になる皆様にこれからも感じていただきましょう。クール系美少女を。皆さん、私たちエスケープの新曲いかがでしたか？ありがとうございます。楽しんでいただけたら何よりです。公演はいつも新しいことの連続なのですが、今回もまた初めての経験ばかりでした。具体的には PV の撮影をしました。とてもいいものができたんじゃないかと思います。緊張もしましたし苦労もありましたが、終わってみるとあっという間でしたね。はい、無事に終わって安堵しています。アンドロイドだけに。水木さん、やや受けでしたか。はあ、やっちゃったぞ水木。まあ水木さんらしいですけど、どうするんですかこの空気。はい、ここは一つ手品でリカバリーを狙います。お二人ともアシスタントをお願いします。手品って本気でやるんですか？アシスタントって何する。もう時間やし、そろそろ締めに移らんと。そうでした、すみません。手品はまた今度にしましょう。PV は近々公開される予定です。皆さん楽しみにしていてくださいね。ぜひご感想をお待ちいたしております。それではまた次の公演でお会いしましょう。せーの、ありがとうございました。プロデューサー、クール系美少女ユニットエスケープはここだぞ。イエイ。はい、昨晩はワクワクしすぎてしまってよく眠れませんでした。私たちが早いのではなく、あなたが遅いのです。
ひょっとして来ないつもりかと。プロデューサーさん、何をのんきなことを言ってるんですか？テレビ出演なんですよ。絶対に失敗できない貴重なチャンスなのに、もっと早くてもいいくらいです。どうして私たちが緊張してるって話になるんですか？しっかりしてくださいって言ってるんです。まったく頼りないんだから、少しは社長の落ち着きを見習ってください。はい、それではここで北沢さん、今日の収録に臨む意気込みをお聞かせください。水木さん、突然何を？はい、こう見えてとても緊張しているのです。なので少し皆さんとガールズトークでもと。ガールズトーク？それもそうですね。今日の意気込みですか。もっと大勢の人たちに私たちエスケープのことを知ってもらいたいです。今回の結果には満足していますけど、これで終わりだとは思っていませんから。北沢さんの気持ち、なんとなくですがわかります。私たちはまだ始まったばかり。なるほど、皆さんの気持ちはわかりました。それでは3人でさらに上を目指しましょう。具体的には今日のテレビ出演を足がかりに、劇場版エスケープというのはどうでしょう？いきなり映画化ですか？ちょっと現実的じゃない気がしますけど。そうですね、目標が高いのはいいことだと思いますが。とプロデューサーも言ってくれています。目指せレッドカーペット、イエイ。そこまで。水木さんって意外と貪欲。はい、もちろんです。北沢さん、白石さん、今日も頑張りましょう。もちろんです。手を抜くつもりなんて最初からありませんよ。そうと決まれば参りましょう。少しでも早く現場入りして練習せんと。そうですね、プロデューサーさん、早くしないと置いてきますよ。プロデューサー、少しの間手を貸してください。ぎゅ。いえ、特に意味はないのですが、頑張った自分にご褒美かな。プロデューサー、これからもエスケープをよろしくお願いします。はい、では急ぎましょう。白石さんと北沢さんを待たせてしまいますから。